はいどうも、ダークネスローズです。はい、えっと、こんばんは。ちょっと寝てました。<laughs> 今起きたわけじゃないよあの。日付変わるか変わらんかぐらいにはもう起きてるんやけど、ちょっと夜、と8時、か9時ぐらいにうたた寝してて、あの気づいたら、あ12時前後ぐらいだったんやけど、ちょっとあの <laughs> 電話がかかってきて、その時間に。 まあ,ちょっとある知り合い友達というかから電話かかってきてでそれでまあ起きたんやけどそれがなくてもね多分それがなくても多分1時とかには起きてたんかな今ぐらいには多分起きてたんかなと思うんやけど今ね1時過ぎ2時前ぐらいなんやけどはいえーと今日はね特にまあねちょっと立て続けにねそのまあこれそのサムネの画像というかこのね画像、うん ね、で見てもらったら分かるんだけどちょっと立て続けに三毛猫さんの話をしちゃってるんであんま良くないかなと思ったような最近そういうなんかねなるだけ本当に週1ぐらいにとどめたいとかなんかそれぐらいのスパンにしたいみたいなことも言ってたから三毛猫さん関連の,そのラ,ジオラジオとか、まあ、普通の実写の動画もそうなんだけど。 を上げた時の,そのアベレージがまあ下が下っってるってるいう話とまあ最近ちょっと増えてはいるんだけどちょっと下がり気味なのも多分しつこいからだろうなと思ったよ <laughs> 毎回その話してるやんみたいなお前その話しかしてないやんみたいな感じの声も多分あるんだろうなと思ったからそのそれぐらいのスパンにしようかなと思ってたりするんやけどで他の話もしようかなみたいな感じだったんやけどちょっとね今日特例あのまあ昨日もね特例というかまあ昨日は本当に思いつきだったんやあの思いつきっていうか 俺がラジオを撮ろうとした時にあの三毛猫さんがそのツイキャスの配信を始められたから思わずそれの話をしようってことになってちょっとツイキャスを聞きに行ってで、まあ、ちょっとその話をしたりしたんやけどその今日はねそう,そういうことではなくて、うん、そのこの画像からも分かると思うんだけど、まあ、これルシアちゃんも、ね、あると思うんだけどちょっとねあの踏み込みにくい話にちょっと踏み込もうかなと思って。 まあねルシアちゃんの話をしたことは今までも何度かあったんだけどまだそのルシアちゃんっていう存在が消える前ねあのー、今はもうねそのチャンネル自体のその動画がもう全部非公開になっちゃってるんでまあ実質消えたらもうそのねファンのファンデッドの人たちの中にはいるだろうけど気持ちの中にはいるだろうけどそのーアーカイブとかが見えなくなっちゃってるんでその物理的にはねっていう問題があるんで。 でまあ、そのその,後その後にでもないんだけどその三毛猫さんがね活動を開始したもう,もう活動はまあその契約が解除されて数日後にはもうね活動を始められてるんであれなんだけど、うん、でもまあ言ったらそのなんだろう誤解誤解というかまあそのドストレートに言うなら。 その中の人が同じっていうことだから当たり前だけど、うん、だからそのどうしまあ混同するっていうかまあそれは確かに同じ人といえば同じ人だから、うん、側を外せば同じ人なんでっていう部分は確かにあるんだけど、うん、まあそれをその飲み込んだ上で楽しめてる人その今でもファンの人ね三毛猫さんのファンである人と。 もうルシアちゃんの頃からファンだっていう人とかそ,のそれを飲み込んでなくてまだなんかしこりが残ってる人、まあ、もしくは反転アンチになった人とかもまあいるだろうしそのルシアちゃんの頃はそうでもなかったけど今の方が好きだっていう人もまあいるだろうし、まあ、いろんな人がいると思うよね、うん、別にそれはそれでいいんよいろんな人がいていいしご本人もそう思ってると思うよねまあ配信とかご本人というか配信者全体的にみんなそう思ってると思うよ そのどんな形で俺の私のファンになってくれてる人がいようとそれはありがたい話だからみんなねだからまあそれはいいと思うんだけどあのーまあ昔俺のラジオラジオだったかなんだったか忘れたけど俺の動画にコメントをしてくれたとある人あの Twitter 一応フォローしてるんやけどまあとある人がいてそい,まあそいつ <laughs> その人が まあまあまあ、まあ、な,なんて言ったらいいかな前にも言ったけど気有がちょっとうるさいんよねぶっちゃけ、うん、気有がちょっとうるさくてまあそれがずっと気にはなってたんよあいつ気有ばっかりだなってあの例の,あの原神界隈の七瀬の件でもう一人でなんかあの七瀬さんに謝ってくださいとか原神界隈となんか頭を下げてどうのこうのみたいなことを三毛猫さんとかその周りにごちゃ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 言ってたりとかさうるせえやつだなと思ってたんやけど でもしかも全部的外れなことしてるしなその時もね言ったらお前アンチとやってること一緒じゃないかと思って <laughs> その時もででもまあそうだったんだけどそのそれの意図というかそのななんだろうんでそんなことをし,してたのかもそうだし今もなんかちょっとそういうことを言ったりするようなんか気言みたいなことをよく言ってるんだけどあの減ららずにさその芸,芸事を邁進してくださいとかなんか気色の悪いこと言ってるんやけど。 そ,のそれがなんでそういうことを言ってんのかっていう別に、ね、言うのはいいよ勝手に言ってりゃいいんだけど別に本人に届かなければ別にいいんだけどそのなんでそんなことを言ってんのかっていうのの,その根っこの部分が、まあ、ご本人ご本人というかそいつ本人がツイートしてたからその根っこの部分がちょっと分かったよねそれがちょっと <laughs> それが分かったからなおのことそいつにイラついたんよね。 今まではただ言ってるだけだからただの気遇だなと思ったからこいつ気遇うるせえなと思ったけど別にただそのミケ猫さんが好きなのは一緒だから別にいいかなと思ってたんやけどただまあだからその押し方というかさファンのなり方なんてみんな違うわけだから別にそんなことでごちゃごちゃ言うつもりは全然合わないからってごちゃごちゃ言うつもりはなかったんだけどその根っこの部分でがねすごくあれだな厄介だなって思って。 なそいつの根、ね、っこの部分が何かって言ったらあの、まあ、俺がよくさその別,別称でさ <laughs> 別称でさあの3期生に謝れボットみたいな言い方をしてるやつらがいるやんか言ったらル,あのルシアちゃんの時にまあああいう形になって契約解除になってでまあその他の3期生のメンバー4人かなが まあペコーラを中心にねなんかその声明を出したりしたやんかあの時にね2月だったかな多分2月が3月ぐらいにねでそういう件があってからあのまああれ涙ながらのさあのマリン船長とかが泣きながらねしてたっていうのもあってその3期生のファンたちでまあロシアも含めて好きだったんだろうけどその3期生のファンたちとかものファンたちとかもともとファンデッドだった人も含めてその めちゃくちゃゃくく反転が多くなったよ、ね、あのあの件でまあ反転になったやつもいるだろうしなんか本当にまあそいつが言ってた話ではその飯がが喉を通ららないいとかそれぐらい落ち込んでるやつがいるとまあねこれに関しては同じような件がまふまふさんの方でもあったからそんなやつのことは知らねえって思ったんやけどぶっちゃけ <laughs> そんなでねこれがそのガチ恋と混同されてるみたいなことをそいつが言ってたんや、まあ、これは確かにある。 あの確かにそういうやつらって別にガチ恋とは限らないわけよただ単にこういう事件があったからものすごく落ち,つい落ち込んでるっていうかその例のねリー,クリークっていうかその映り込んだディスコードのねまふまふさんの件があると思うけどあれについてその落ち込んでるわけではないんだとルシアちゃんが契約解除になっていなくなってしまうことでそうなってるんだっていう人もた確かに中にいるんよねそういうキッズもいるわけよ だからそういうやつが飯が喉を取らないとかなんかめちゃくちゃその悩んでて何て言うの,あの思い出の中でおとなしくしてほしいとかなんかあんなこと言わないでほしいとかごちゃ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 言ってるらしいよねそんなやつのこと知るかって話だよはっきり言ってうん知るかないのでそれが3期生あ謝れボットと一緒なのかって言われたら一緒ではないよその謝れボットはそのルシアちゃんの件で頭を悩ませてるわけではないから他のメンバーは多分 ファンなんかな多分その一味なのかその騎士団なのかわからないけどその野ギなのか何なのかわかんないけどうんねだの誰のファンなのか分かんないし箱押しなのかもしれないけどうんあのうんとにかくそれと一緒かは分かんないけどただその過去にめちゃくちゃ縛られてる連中だっていうことなんよねそいつらは。 ユニコーンではないんだけどただユニコーンとねその本質的には俺一緒だと思うよな,なんで一緒かっていうとあの思い出の中でおとなしくしてほしいとかあとそのあの子の声でこんなことを言わないでほしいあんなことを言わないでほしい暴露をしないでほしいっていうのはお前らの勝手な幻想なんよそんなものに巻き込むなっていうお前らがその行動を縛るなっていう話なんよお前らごときがお前らみたいに過去に縛られてるようなクソ野郎が。 あのそんななことを言言ううっっってていう話なんよはっきり言ってお前らにそんな権利はないしでやってることはアンチと一緒だしむしろそのファンの手をかぶってる部分そのケチをつけにくいからアンチよりたちが悪いアンチはケチつけやすいからあの、うん、その三毛猫さんにとってもケチをつけやすいからクソがよって言いやすいからだけどそいつらはファンの手を取ってるから言いにくいんよ、まあ、言ってるけどね切れた時はあの人も。 <laughs> 三毛猫さんも切れた時はさそういうやつ厄介リスナーとかにはまあはっきり言うものを言ってるけどでも言いにくいんよはっきり言って言いにくいし仮に言ったとしてもご本人のストレスになるんようん言えばすっきりするっていうもんじゃないんよでなんかその減ららないでその自分の活動に邁進してほしいみたいなことをほざいてたやつもいるんだけどそもそも減らりたくて減らってるやつなんかいないんだよこの世界には。 ファヘラとかは別だけどそれはヘラってないし別にそのファヘラとかはヘラってないんよファッションでヘラったふりをしてるだけだからヘラってないよそいつらはだからヘラってるとしたらどんな人間でもよどんなその軽い症状だろうが重い症状だろうが関係なくヘラってるんだとしたらそいつは自分の意思でヘラってるわけではないんよそんなやつはいないから自分の意思でヘラってるんだったらそれはヘラってないからヘラったふりをしてるだけよだからヘラってるっていうことはそれは そのどんな形であれメぇ減でなってるとしてもどんな形であれそれはそいつの意思ではないんよそうなってしまってるんよそうならざるをえないんよそれはそれに対して減らずにこうしようよとかっていうやつっていやお前それ <laughs> お前それ何でそんなことが言えんのお前みたいなやつお前だからしかもな でそれが消えしかも奇遇のやつがそういうことを言ってるわけでしょほんで本質的に根っこの部分ではさそのルシアちゃんのことで悲しんでるファンがかわいそうとかって思ってるんやろもうそんなやつファンでも何でもないやろその三毛猫さんのファンでも何でもないやろそんなやつ消えろっていう話よお前みたいなやつ二度と名乗るなっていう話で三毛猫が好きとか二度と言うなお前みたいなやつはっていう話よ俺三毛猫さんじゃないからそのお前二度と名乗るなとは言えない言えないというか俺に何の権利もないけどその俺の立場っていうか その同じようにさ三國子さん推してる人たちっていっぱいいると思うんやけどそのちゃんとね割り切ってと割り切ってっていうか方あれやけどそのちゃんとねその過去を,まあ生,産過去をね生産するっていうのも生産はしてるんよねもう契約解除されてる時点で生産してるからだからまあそういうことをあった上でいろんなことを飲み込んで推してるファンたちがいる一生推しますって言ってる人たちもいるしまあそこまでヘビーじゃないにしても今でもファンですって言っていっぱいいるわけよ。 そういう人たちがいる中で過去に縛られてるやつももちろんいるでまあそいつらが勝手に過去に縛られてる分には勝手なんだけどそれに今のご本人の三毛猫さんの活動の足を引っ張ってるのはお前らだからっていう話なよアンチよりもそいつらの方が足を引っ張ることになるからね、うん、だからうーんそういうのはねちょっとうーんだからそいつは気に入らなかったねなんか そいつらをまあ,擁護まあ別に擁護してもいいしかわいそうだと思うならいいんやけどかわいそうだから自分は反転でアンチの方に揺れるとかって言ったよね言ったらもうファ,ンのファンになったりアンチになったり揺れてるみたいなことをご本人そいつが言ってたんやけどうんなめてんのかお前って <laughs> ファンとアンチで揺れてるっていうそれただの風見鶏やろそれ、うん、しかもその理由が本人の行動その三毛猫さんの行動じゃなくてその かつてのルシアのファンがかわいそうっていう理由で揺れてるってもうそれアンチと一緒やろやって反転アンチと一緒やからそれうんそれはただのなめてんのかお前ってマジでうんうね多分あの今まで幾多見てきたその三毛猫さんのアンチまあリ立とかしてるアンチっていっぱい幾多見てきたもう 1000, も1000人1万人1 10万人100万人 それぐらい全部見てきたと思う今まで全部総数でいったらね見てきたけどそのインリスとかでね見てきたけどその中であのマックスに気持ち悪いお前 <laughs> マジで俺これ名指,名指しって名前出してないからいいと思うけどほんまにお前マックスで気持ち悪いどこの俺の動画見てるかどうか分かんないけどマジでお前は気持ち悪いからな本当にあのね、うん、あのファンを名乗らないんならファンっていうか そのミケレコさんがどうたらこうたらって名乗らないならいいけどお前なんかファンの立場を名乗っててそれをやってるのが気持ち悪いって言ってアンチがそれやってるのは勝手だけどさ、うん、っていう感じですでもちょっと今日イラッとしたんであのい、ー、らちを吐き出してみましたはいでねこの画像を使ってめちゃくちゃ可愛いよねこれねこの二人ともねルシ,シアちゃんもそうだしミケレコさんもそうだけどめちゃくちゃ可愛いんだけど ただ、めちゃくちゃ可愛いんだけど、2人ともめちゃくちゃ可愛いんだけど、別物だからね、別人だから、中の人が同じだろうが何だろうが別人なんで、別人格なんで、あの、混同しないようにお願いします。はい、あと、その、なんだろう、うん、ルシアって言わないように <laughs>、ご本人のね、その三毛猫さんの配信でルシアって名前を出さないように、ね、っていうことです。はい、ダークネス・ローズでした。バーイ。